能登半島地震で被災した小学生を支援しようと、神埼市の児童たちが文具を送りました。文具を送ったのは、神埼市の西郷小学校の6年生29人です。今日は石川県七尾市の和倉小学校の児童に送るノートや鉛筆などの文具およそ100セットを心を込めて袋詰めしました。上手にできました。はい。だいたい 6袋ぐらいできました。被災地の皆さんが少しでも楽になるように気持ちを込めてやりました。きつそうだけど頑張ってください。自分たちの募金がですね、どのような形になって、どのようなところに行くのか、その思いを詰めるっていう作業をですね、一緒にできたらなと思いました。文具セットは来週実行委員会が直接被災地に届ける予定です。